皆さんこんにちは本日はエンターテインメントおよび政治ニュースのチャンネルとともに過去24時間のハイライトをいくつか見てみましょうトランプ大統領からのハガキ。標新型コロナウイルスの患者数が急激に増えているアメリカだがなんとトランプ大統領から書く過程に コロナウイルスガイドラインと書かれたハガキが送られてきた。気づかないうちにウイルスをまき散らしてしまう隠れスプレッダーになる可能性がある。そのためメディアは味覚や嗅覚に異常を感じ、自主的に自宅待機するよう促している。アメリカでは新型コロナウイルスの患者数が急速に増え、ニューヨーク州だけで2万人を超えた。 全世界の患者の6%に当たる事態が少しでも早く収集に向かうことを誰もが祈っている。取材、文、シラと京子。お年寄りや、気を症のある人は、他人と接触しない、10人以上の集まりには行かない、不要な外出は控える、手を洗おうなど、従来から繰り返されてきたものだが、大統領からのハガキなど、前例のないことだ。関連記事、新型肺炎パンデミック。 死亡患者17人、最後の1週間全症状、トランプ大統領からのはがき、裏す。アメリカのメディアが、味覚と嗅覚に異変のある人は、新型肺炎にかかっている、可能性があるから注意せよとの呼びかけを始めた。アメリカンアカデミー・オブ・オトレランガ・アランジーという、自備院工学会のホームページに、味覚と嗅覚がなくなるのは、新型肺炎の症状であり、 確固とした証拠が集まったと掲載された。特に嗅覚を失った人は、風邪などの症状がなくても、検査で陽性反応が出るケースが多く見られるという。イギリスの自備院公会の集まりエンという系も、新型肺炎につながる症状として、嗅覚を失うことを紹介している。ドイツでは3人中2人以上にこの症状が見られ、韓国では陽性患者の30%以上に見られたという。 このほか、中国、イラン、フランス、イタリアでも、嗅覚の異変が多数報告されている。ニューヨークタイムズは、花が詰まっているわけでもないのに。自分の調理した料理の味がわからなくなった、調理師や、嗅覚が消えて食欲がなくなった実例を紹介している。他の症状が見られないケースが多いこと。